今日ほとんど人がいない。まあ、あの夜はあんまりいないんで、みんな6時ぐらいで帰っちゃうんだね。だから The result, the result is a fluid transactional approach to the world as countries wield and deal in attempt to gain advantage。 その結果はフルイドというのは流動的で、トランザクションのような世界に対するアプローチを取っていて、諸国が、利益を、ゲインアドバンテージ、利益を得ようと試みる中で、ウィール・アンド・ディール、まあ、行動を起こしているので、世界に対して、流動的トランザクションのアプローチを取っている結果がね。The non-alignedOften act alone、同盟非同盟の諸国はしばしば一人で行動しているが、 but sometimes working concert、時として、共同で、共同で作業をしている。 OPEC the oil cartel is being more assertive、OPEC オイルのカルテルだが、より、積極的である。This month, it cut production by 4% despite Western complaint. 今月、西側諸国が不満を言ったんだけれども、4% の生産能力を削減した。ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ、ブラジルズ・プレゼン、is promoting a peace club to end the Ukraine war。 ルーラ、ブラジルの大統領ルーラは、ウクライナの戦争を終わらせるために平和クラブを提唱している。And India want to use its presidency of the G20 this year to lobby for the Global South。 そしてインドは、G20 今年 G20 の議長プレゼンティ議長を利用して、グローバルサウスというのは決まった言葉だね。発展途上国、グローバルサウス、発展途上国に対して、ロビー活動をしようとして、この G20 を利用しようとしている。これ、ちょっと訳書いてないけど、発展、アフリカ中心なんだよね、このグローバルサウス。ちょっとこれ、スピードが遅いけど。アフリカが中心なんだよね、グローバルサウス。止まってっけどやりますかって、せっかくだからちょっと遅いな。インターネットの問題ですか？いや、これ録音してるから。グローバルサウスとは途上国と同様の意味で持ち合える言葉。アフリカ、ラテンアメリカ、アジアの新興諸国が当てはまる。だから77カ国と言ってる。だからまあ途上国ですね、グローバルサウス。あんまり調べたことないけど、よくみんなグローバルサウスよく言うんで、この言葉使うんですね。